こんばんは。よほー。ちょっと時計見えるか。イエーイ。明日は TGC 愛媛。動画見た。あ、あの船の船旅。よいしょ、あれ。めっちゃね、いいよね、あれ。画質いいんだ。明日はチケットない。そう。めっちゃいい船。そうなんよ。確かになんかさ、うん、私も思った。なんかいいなって。いい釣り。いい釣りだって。展開もいい感じで。うん。そうなんですよ。おお。ね。しっかりしっかりね。この旅を。なとよかった。長時間移動のファン、船めっちゃいいですよ。12時間かかったけど、でも全然いつの間にか着いてたし。朝日を見るってなったら、早起きしない関係だね。夜景とかも見るとかあったら。明日コンディション、どうだろう、いいかな、どうでしょうか。そう、ほぼね、うん、睡眠かな。睡眠で寝てたら、ほら、ついてたって。しかも私、船から配信したし。途中ちょっと途切れたけど、多分真夜中とか、多分なんだろうな、あれ配信した時間結構遅かったから、遅い時間帯は途切れるかな。でも全然夜は通じますよ。うん、スターリンクを使ってましたね。いや、そうなのよ。ぜひぜひ船旅良いですよ。動画見てみてくださいな。
ぱり。うん。いい思い出になるね。やっぱり可愛い。そう。いや、これね、なんだっけ、なんか買った。全然これ買ったらみんなこういうの着てた。こういうの着てる子多い。リボンついてるの。リボン流行ってる。リボン好きなんだよね。リボンついとったらもう可愛いから。そうだよ。確かについてなくても可愛いけどね。この生地いいよ。なんかサラッとしてて。ちょっと時計持っとくか。いいっす。めっちゃいいこれ。社長が座ってそう。青江さんとご飯行きましたよ。高尾社長。高尾社長です。椅子に座って配信いいね。チョコミント。どこがいいか。暗い。明るい。おお、明るい。椅子ないんですよね、家に。かっこいい。かっこいいアングル。かっこいいアングル。
社長です。やべ、笑っちゃいかん、こんなに大きい声で笑っちゃう。ちょっとチャラいね、ちょっとチャラかったかな。何でもうまくいくわ。何でもうまくいくわ。私に任せて。ノリノリです。雇うかどうかは私次第よ。私次第よ。めっちゃ下やな。今から会議を始めます。これズーム、ズームの画角や。ズームの価格。あ、ミュート？あ、ミュートになってますか？あ、すいません。おはようございます。それでは今から会議を始めたいと思います。今回のテーマはですね、人について。人とはどういうものでしょうか。はい。昼、お昼休憩に入りますかね、そろそろ。じゃあ、ありがとうございました。じゃあ、失礼します。退出します。はい、失礼します。こんな感じじゃない。ズームおもろい。社長めっちゃ社長めっちゃ何か売っとるけど。ちょっとこの椅子ちょっと難しいな。意外と難しい。ここに何かある。面接しますか。じゃあどうぞ。じゃあどうぞ。次の人。志望動機は
あ、ここに入りたかった。オッケー、合格。あれ、ももベリーさん、ありがとう。チョコミントだ。よしよしよし、ちょっと記録しとくね。モビリーさん、ありがとう。チョコミントクマやん。コネ、あ、コネはありません。しかしコネはありません。情熱があれば。歌唱審査いいね。歌唱審査する。こういうスタンプ悪くない。こういうスタンプ、どう思うとか。エヴァ？エヴァ？ネバ？エヴァは見てないですね、私。エヴァ見てないんだよね。見た方がいい。同じだった。言おうかな、じゃあ。みんなに勧められて。窓マギもね、見たもんね。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだの意味がわかる。価値観変わってくる。へえ、すごいじゃん。長いし話が難しい。あ、ちょっとどうしよう。話が難しいの。私でも理解できるかな。ここよくない？え、あんまりこういう角度で配信してないからね。
か目が赤いかも。ね、眼球交換したい。どうしよう。ちょっと赤いよね。唇。唇、チーク、あ、チーク塗ってるよ。キス顔は NG なんだよな。キス顔 NG だからな。そう。真顔のサーヤンたまにはいいね。真顔のサーヤン。真顔。キュ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 。真顔さやか。めっちゃ見えるじゃん。今日画質いいからかな。めっちゃ眼球見えるじゃん。ね、スマホ見える。私の目。目玉綺麗。あー、よく言われますね。吸い込まれそうになった。配信なのに。そう、両手で持ってる。すごっ、めっちゃ見えるじゃん。両手まで見えるの。確かにこれ大画面だったらすごいことになってる。画質マックス、できるのかな。Hmm.
でもこれあれだよ、最新のあの機種で配信してるから。4K モニターで見てるよ。 4K モニターって何？最新の機種ね。機種ね。4K？ え、4K で見てるの？ちょっと見ようかな。OK、ちょっとやめた。すいません、すいません、ごめんなさい。あ、4K、すいません、OK。 4K か。4K なの？え？なんか映った？なんもないじゃん。あ、知らない天井。うわ、引っ掛け、うわうわ。うわ、知らない天井。あ、知らない天井はエヴァ。え、それもエヴァなの？いっぱいあるね。知らない天井。知らない天井だ。ね、椅子ね、珍しい。やばい、赤くなった。大丈夫か。ちょっとくしゃみ出そう。大丈夫か。なんかもけ、なんか大丈夫か。あはは、あは、モキモキかな。いや、多分違う。
よいしょ。あ、コマーシャルフォトありがとう。そうなんですよ、広島のあのパルコにね展示される、8月からかな、展示されるやつの先行カットが今回コマーシャルフォトさんに掲載されています。楽しみ。そうそうそう、今日発売ね。衣装、衣装はまだ写してない、写してないっていうか送ってない。そうなんですよ、でも痛い、肘が痛い。あ、そう、ピンクの衣装、ピンク、うん、バレーコアがテーマですね。うん、今流行ってるバレーコア。私はあのプチ情報としては羽をつけてますサヤンプチ情報、そう、羽つけてんの。多分映ってるかもしれないし、パネルに映ってるかもね。天使になります。パネル、あ、パネルね、確かに。オフショットも。どうしよう、8月からかな。か、なんかのタイミングで載せようかな。オフショットいっぱいあるよ。そうなんですよ、社長も、社長の設定ついてないもう高尾さやかとして生きてる社長もやめたコマーシャルフォト、そうそう、コマーシャルフォトさん、守護的、守護的かな。あ、でも、でも守護的ではあるかもな。なんか暗いか。守護的は守護的かもしれない。
どうしよう、待って、これいいか、よいしょよいしょ、お、よくない、イエーイ、じゃあいいじゃん、全身私見せないもんね、いつも、え、待って、見えた、いいか、いや、全然ランウェイ、ランウェイは歩けないんですよね、明日。マイマイさんがね、歩くよ。下はちゃんと履いてる。関東でさえ似合う機会。どうでそうやね、なんかあるよ、結構8月7月8月はね、東京行く機会結構ある。リリーベある、確かにリリーベがある、いつだっけ、リリーベがある、追加のリリーベ、幕張イオンモール、サマステも、サマステって今受付中だっけ、そう、まだそう、あのね、追加になったんですよ、リリーベが。川崎、川崎と言ったら、ラゾーナですか。川崎と言ったらラゾーナ。ラゾーナはね、そう、行けなかったんですよ。でも今回の幕張イオンモールは、あ、そっか、違うのか、そんなに近くないのか、幕張と川崎は。あさってはさ、川崎でさ、ありますよね、あのスパーク、だいぶ離れてる。あ、そうなんだ。ちょっと私、地位がちょっと、あんまりあれやん。神奈川と千葉なん。どっちも東京じゃないんね。そうなんだ。ん？ありません。夜ご飯食べまして。川崎はあさって、あ、天気悪いのか、
雨降る？やばそうだね、なんか。いや、下ないです。幕張のイオンモール、イオンモールってことは結構良さげですね。前回後悔、君は何を後悔するのか。いっぱい、でも今日もいろいろ発表したし、いろいろあるね。みんながパンクしちゃうかもしれない。パンクしちゃう。うん、去年もありました。あ、お話し会ね。お話し会の、そう、あの、お忘れなくですね。絶対誰か忘れてるやつ。毎回誰か忘れてる。全身撮ってないよ、写真。これは、これは、あの、そんなに普段着って感じだから。思い出した人いる？今ので思い出した。普段着。短くなった？え、そうなんだ。次のオンラインは8月31か。結構あるな。支払いの日、一日短くなった。あれは思い出した時に、ん、思ってる時にするのがいいね。明日しようと思ったら忘れてるからね。私みたいに。忘れたことありますね。忘れた。お昼休憩の時にしようと思ったら、お昼ご飯食べてて、食べ終わってから、あの、気づいた。
ってはっってなって、もう気づいた時にはもう2分過ぎとか。ありましたね、まさか私が忘れるなんて。そう、お昼ご飯に夢中。2分悔しいよね。そう、パッて思いついて2分。この椅子はサーヤンのスタイルの良さが引き立つね。スタイルの良さ、スタイルの良さ、スタイルの良さ、わかる？見える？私のスタイルが。写真集で見れるよ。千里眼。見えるぞ。見えるぞ。ああ、椅子が黒いからってこと。そういうことね。確かにいつも買おうよね。姿勢の良さ。ああ、姿勢ね。ちょっとよくしよう。姿勢よくしよう。姿勢よくしなきゃね。でも配信しとったら本当猫背になる。椅子の方がいいかもしれない。なんかこう普通に立っとく、立っとく時はさ意識してんだけど、なんか座椅子だとこうなるんだよね。座椅子とかこうなって見てる。座椅子はむずい。腰もちょっと痛いしね、ずっとおったら。かといって机と椅子を置くスペースもない部屋に。でもこの椅子さ、私さくるくる回るからさ、あのじっとしてられん。ずっとこうやって動いてるんだけど揺れちゃうよ。なんだか揺れちゃうよ。社長の椅子初心者やん。社長の椅子初心者。ずっと揺れてる。揺れるしかない。なんでこんなに揺れてしまうのか。気がないかもしれん。大丈夫？気になる？この感じ。なんかさ、パソコンするときもこういう椅子よね。パソコンの授業。パソコンの授業もこんな感じの椅子なんだよね。右左こんな社長どう？みんなが働いてる時に社長室で右左いいと思う。本当に本当に言ってる。
死ぬか迷な。でコンコンコンってなったらどうぞ。どうぞ。こんな社長。そう、威厳はある。キッザニア。キッザニアってキッズの体験の。社長が楽しそうだと嬉しい。あ、そっか。いや、そうだよね。そうだよね。嬉しいよね。優しい、優しい社員。でも確かに社長が楽しいと社員も楽しいかもしれない。そういう職場作りいいかもね。楽しい職場です。なんで、私が社長だったら幸せにして、幸せにしてする気がする。いい社長になると思う。採用条件は情熱です。情熱があればできるかな。情熱かな。あれ、どん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 みんなが去っていくような。だんだん去っていく。あれあれ、みんな楽しい職場だよ。情熱があれば楽しいよ。ちょっと向いてないかもしれない。あれれあれれ、おかしいな、おかしいぞ。よいしょ。
やめることは許しません。そんなこと許しません。ダメだよ。ダメだよ、やめちゃう。ブラックじゃありません。ホワイトです。底なし沼。底なし沼。カンパニー。悲しみのカンパニーだよ。そうだね、尽きるまで。尽きるまでね、しっかり。入社条件はだから情熱ですよ。情熱があれば。情熱があればってめちゃくちゃ怖いよね。情熱と楽しい。情熱とがあって楽しい職場で。でも辞めることは許されない。怖くない？めっちゃ怖くない？なんかわかんないけど、その3つで、その3つの情報しかない。怖いよね。ブラックどころじゃない。ブラックを超えた、超えた先、超えて行け。ブラックを。そういう意味のブラックじゃありません。そういう意味のね、そっちの意味、ブラックじゃありません。面白い。こうやっていけ。みんなも何かあったら教えてね。会社で何かあったら教えて。相談、うん、いつでも乗れるから。怖くない。怖くない。怖くないよ。そう。対処はしないけど。対処はしないけどさ、うん、カウンセラーになる。じゃあみんなのカウンセラーになろう。
談カウンセラー困った時の高尾さやか。いや、お話し会でお話し会でね。お話し会で。困ったことがあったら待ってるよ。待ってるよ。リアルカウンセラーは今完売してるんですけど、オンラインカウンセラーなら今も受付中っていうか、あ、今はちょっと終わっちゃったんですけど、まだ空いてるので、オンラインカウンセラーならお待ちしています。リアルカウンセラーですか？はい、相談いつでも。皆さんが申し込まないとちょっとカウンセラーできないので、私から出向くことはできないのでね、そこは。急に東京とか大阪に出張はできるんですけど、はい、でもその出張のカウンセラーがちょっと今完売しておりまして、なので今オンライン限定なんですよね。まあでもその今こういう配信とかでもね、時々やってますから、毎日。配信はやってますけどね、ちょっと個人的なことはね、個人的すぎることはちょっと、そういうカウンセラーじゃないとちょっと答えかねないという。そうですね、そうなんですよ、よく口コミはいいですね、結構口コミいいですね。そうですね、結構皆さん笑顔で帰っていきますね。荒らさないでください、口コミ。そうですよ、
そうですね、寿命が伸びるっていう口コミ結構ありますね。そういう感じです。あとよく眠れるっていう、寝落ちしちゃうぐらいよく眠れるっていう口コミもありますね。そろそろ終わっちゃうんですけど、今日の分は。また明日もするので、この時間帯ぐらいにするので、まあ全然いつでもお待ちしておりますけど。明日ちょっと TGC にお邪魔するので TGC って邪魔するんですよね、ちょっと明日 TGC に出張するんで、まあ配信でも見れるという情報もありますので。今日いろんな職業になってるんだけど、あ、そうですよ、写真集見たらさらになんか運気が上がるみたいな、心が楽になったみたいな口コミありますから、写真集出してるんですけど。あ、そうなんですよ。大好評ですね。そうですね、初めて写真集買ったよっていう方も結構いらっしゃって、あ、見た方がいいですね、絶対に。モモビリーさん、F 渋谷さん、マイセンタン、バリーさん、マサタロウさん、サトケンさん、キャロットさん、ファルコンさん、フーちゃん、神戸のヒッキーさん、トーモさん、コッペさん、ミツルンさん、アブテツさん、カタムツーリさん、ナリさん、クチさん、ナンバのヒサトさん、ロックオンさん、ガッチャン、イトキンさん、トシサさん、ヒアキラさん、ホタテ様、台湾のコウさん、ユウキさん、カキヒロさん、キムコさん、ユウスケさん、セイヤンさん、ウェイさん、コーチさん、キチネさん、マピさん、ありがとう。イエーイ。わーい、社長でした。ありがとうございました。 カウンセラーでもありました。社長兼カウンセラー兼、じゃあみんな寝ようね。私も寝るよ。爆睡しますか。明日。
アピールしてきます。 STU のこともしっかり。目パッチリ。楽しみます。爆睡できるかな。なんか眠くなってきたような気がする。バイバーイ。バイバーイ。